なるほど、イレギュラーな対応はそういうのもあるっていうところなんですけど、もう一つ、まあ、イレギュラーっていうと必ずお一人でやってるから、まあ、例えばちょっと怪我しちゃうとか病気、まあ、これはね何の金沢に限らず何の授業でも一人でやるってなるとリスクがある点なんですけど、万が一お客さん予約されてる納品しなきゃいけないという時に何かそういうトラブルになってしまったらどういうふうに対応しようとか、その辺はなんかホームの方からこうアドバイスですとか、あとは実際直営店の事例とかちょっと教えていただけます。はい、基本的に現場で起きた、まあ、トラブル、例えば急に納品ができなくなったとか見積もりがいけなくなったっていうようなトラブルに関してはオーナーさんとあとはお客様間同士のやり取りをお願いしてます、うん、お客様については単純にそのまま、例えばですけど僕がやった時代にはちょっと高熱が出て、うん、すいませんちょっとお休みいただいてて、うん、納品ができなくなったんでこの日に予定ずらしてもいいですかっていうと、お客様は基本的にもう全然、あ、分かった分かった大丈夫だよって言ってくれます。それができないような事態、お客様にも連絡がどうしてもできないような事態になったら一旦ですね、まずは本部に連絡をしてほしいんですね。本部にお連絡していただければ何かしらの対処はさせていただきますので、まあ、そういった時は本部を頼ってもらえればいいかなと思います。なるほどですね、はい、ありがとうございます。すごい心強い言葉が出ましたけれども、お客様自体も比較的お仕事をなさってるっていう現役の世代の方たちじゃないから、割とご自宅にいられたりとかっていうことが多いから、割とこうスケジュール調整しやすい、そうですね、の特徴の一つではあるけれども、はい、うん、まあ、そういった意味でもまあ割とやっぱり高齢の方なんで、まあまあ大丈夫よいいわよ、まあ体逆に大事にしてねみたいな、まあ温かく迎えていただけるっていうのも、やっぱりこの金沢のお客様が高齢者の方だからこそ、いい点って言ったらあれかもしれないけど、嬉しい点ではありますよね、うん、そうですね、なるほどですね、ありがとうございます。あとはあの金沢全体でいうと今まあ308エリアぐらいになるんですけども、全体的にはお一人でやってるっていう方がやっぱりそうやっても多いですよね。多いです。お一人でやってるっていう方で、例えばお忙しい時だけはアルバイトさん使ってるんですよなんてお声とかも、まあ、私開業いただいてオーナーにいただいたりするんですけども、はい、具体的にはまあお一人でやってるっていう方が多いんですけど、はい、結構売り上げ作れるじゃないですか、はい、金沢の、ね、生産性が高い特徴の一つになるんだけども、金沢を実際に運営されている片山さんからすると、はい、金沢が一人で生産性を高められる最大の特徴というのはどんな風にお考えでいらっしゃいます？まず売り上げだけを考えるともうリフォームありきになりますね。張り替えだけで自分の身一つでやるってなると、うん、300万が売り上げ限界です。でも300万はい、300万が限界なんですね。でもそれって相当身をこなして一般のサラリーマンでいう9時6時では帰れないですし、まあ、そういったこう身を挺してやって300万だと思ってほしいんですね。それ以上何があるかっていうと、本当にリフォームになります。リフォームはですね、外注に仕事を依頼して、要は外注に依頼してるわけで自分の身は空くわけじゃないですか、うん、なんでそこに関してはじゃあ張り替えにちゃんと自分の本来の業務に従事できるという形になるので、売上だけっていうのを考えると張り替えプラスもリフォームがマストになってきます。ありがとうございます、はい、ただね皆さん今一人だと張り替えどれぐらいなんだろうってドキドキしてるわけなんですけど300万ですからね皆様これ結構すごいことだと思います、はい、私もあの実はねまた別のこうフランチャイズで店舗の開発やってたんで、一人でやれる事業のマックスっていうのはどうだろう、やれて100万やれたら結構大きいんじゃないかなと思うんですね。でもそれの3倍ぐらい、誤解のないようにもう一回伝えておくと、身を粉にして300万ですから、はい、で普通にじゃあ実際僕が直営をやってて本当に普通の普段通りの感じで張り替えをやると150ぐらいだと思います。うん、ありがとうございます、はい、まあそうそう、身を粉にして働くって言ったらあれだけど、家族を支えるために自分の収入のために身を粉にしてもいいよっていう人もいるかもしれないし、自分の時間も使いながらでも150万作れるって結構すごいな、ね、と思うんですよね。なるほど、それプラスリフォームが、まあ、どうだろう、やっぱりこう小さな、ね、こう間口から入らせていただいて、ふすま障子を見て、ここから信頼関係を作って、なんかご褒美みたいな感じでこうリフォームがう、ね、うん、ついてくるのが、はい、まあ、ここは自分の体を動かさなくても、施工こう管理監督を動かすことで得れる対価というところの、うん、はい、この二段構えになってくるんだけれども、ただ、誤解のないように言うと、張り替えだけでも150から300ですから、これはすごい。っていう風に思っていただけたら嬉しいなという風に思います。一人でですからね。は
はい、これができる最大の理由っていうのは、私はいつも説明させていく時にね、必ずお話しさせていただくんですけども、集客をしてお客さんご自宅に行く、そして枠を持って帰ってきて再度また納品する、最低でも2往復するわけなんですね。これ一見非効率っていうふうに思われて、えって思われる方いるんですけど、でも実はここが金沢が売り上げが一人でも生産性が高めるの最大の特徴ですね。なんでかというと、お客様の時間を拘束しない、だから1日で作れる売り上げっていうのが、例えばお客様の時間を拘束するってなると、単価が2万円のお仕事でしたら、やれても2件3件ってなりますと、もう6万円くらいが頭打ちになるわけなんですけれども、枠さえ持って帰ってこれれば、それをしっかりと収めていければ、一人でもこれだけの生産性が作れるっていう、実は金沢屋のこれがもう本当に最大のこの特徴ですよね。一見非効率に思われるんだけれども、これが一人でもこれだけの売り上げを作れる最大の特徴、うん、でもこれをやるには集客ができないとねっていうところも実はポイントで、当たり前ですけど、直で請け負わなければこれだけの単価もいただけないというところでありますので、ここはうちの一つノウハウの部分と仕組みのところとがっちりと、このやり方だからこそしっかりと収益が立てられる、はい、ポイントというところにもなるのかなというふうに思います。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。